はい、どうも皆さん、ハッピーハロウィン。どうも、ケイです。もうすぐハロウィンってことで、今日はね、ハロウィンっぽい料理を作っていこうと思います。ちなみにこれ、パプリカパウダーです。ということで今日はね、こんな立派なかぼちゃを買ってきました。このかぼちゃを使ってね、ハロウィンらしい料理作っていきましょうか。それでは早速、レッツハロウィン。じゃ、今日はね、大きい方のかぼちゃを使ってグラタンと、ちっちゃい方はね、丸ごと食べれる肉詰めみたいなね、感じの2種類作っていこうと思います。じゃあ早速材料切っていきましょうか。じゃあまずこちらのかぼちゃをね、レンジで2分ほど加熱していきましょう。よし、ちょっと温まったね。これで切りやすくなると思う。はい、じゃあね、かぼちゃをレンジで温めましたら、このかぼちゃのね、上の部分を切っていきます。かぼちゃ硬いからね、慎重に慎重に。買ってゆっくりね、ゆっくり行こう。よし、来たかな。よっしゃ、オッケー。こんな感じで上の蓋が切れました。じゃあこっちもね、同じように切っていこう。こっちはまだ切りやすいかな。よし、オッケー。はい、じゃあ続いて蓋も切れたことですし、ハロウィンらしいデザインをちょっと彫ってみようかなーって。さあ、どうしようかな。絵心はあんまないから許してね。あんまり深く彫りすぎないようにね。あとで中身飛び出ちゃうから。こんな感じで切り込みを入れたら、あとは表面の皮を剥いでいく。これが細かい作業なんだわ。はい、じゃあこんな感じでどうでしょうか。ちょっとかぼちゃのね、もともとの模様が鼻水みたいになっちゃいましたけど。こんな感じで。じゃあこっちもやっていきましょう。さあ、どういう風にしよっかな。目安が決まったので早速掘っていきましょう。ちょっと見えづらいけど。あー、やっと終わった。こっちはこんな感じ。ちょっとデザイン変えてみました。皆さん、包丁でやるとき指気をつけてやってくださいね。細かい作業なんで指切ると大変なんでね。じゃあ2つともこんな感じで顔ができましたので、次の工程行きましょう。じゃあ今日はね、このかぼちゃ別々で2種類の料理を作っていこうと思いますので、まずはこちらの大きい方からやっていきましょう。じゃあとりあえず中の種をね、まず出さなきゃいけないので、こちらのスプーンを使ってね、真ん中をくり抜いていきましょう。この削った身は後で使うので、こういったね、レンジで使える容器に入れておきます。意外とこれ種まで遠い。ちょっと包丁
よいしょ、出てきた。この種だけ捨てて、あとこの繊維のとこもね、ちょっと除去していきましょう。さあ、種がいっぱい出てきましたよ。これをね、スプーンでかき出して、はい、じゃあとりあえず種は全部取れました。こっちのかぼちゃはね、後でいろいろ上に乗せたいので、もうちょっと広めに切りましょうか。このぐらいですかね。あとは中の繊維質のところをちょっと削ってあげて、こんな感じでね。はい、じゃあこんな感じで綺麗になりました。はい、じゃあ身の方もね、こんな感じで容器に入れてラップをします。ラップをして、あとはレンジへゴー。じゃあこちらのかぼちゃもくり抜いていきましょう。ほら、いっぱい出てきた。はい、じゃあこんな感じ。こっちはね、特に上に何も乗せないから、そんなに広くしなくても大丈夫。はい、じゃあ続きまして、中に入れる具材を切っていきましょう。今日切る材料は、玉ねぎとパプリカ。玉ねぎもパプリカも両方みじん切りにしていきます。はい、じゃあ続いてパプリカ切っていきましょう。パプリカ花が咲く。これもみじん切りにしていく。はい、じゃあ切れたら器に移しておこう。じゃあこんな感じ。玉ねぎはグラタン用と肉詰め用両方使うからね。じゃあさっき取り除いたかぼちゃ、こちらの身をね、レンジにイン。ちょっと柔らかめにしたいから2分ぐらいやっとこう。いい感じ、熱っ。おお。じゃあこちらをスプーンの裏とか使って潰していこう。あ、めっちゃいい匂い。これを後でホワイトソースに混ぜるからね、しっかりここでペースト状にしておこう。はい、じゃあこんな感じね。フライパンセット、ワイヤー。はい、じゃあフライパンが温まりましたので、今回ね、チューブタイプのバター使っていきます。にゅーわー。バターを入れたら、先ほどの玉ねぎ半分ね、もうちょっと入れていいかな。じゃあ玉ねぎをじっくり弱火で炒めていきましょう。この炒めてる間にね、お湯を沸かして、こちらのウインナーを茹でていきましょう。
はい、じゃあ玉ねぎもいい感じに色づいてきましたので、こちらにベビーホタテ、あと先ほどペーストにしたかぼちゃの実、そしたら軽くコンソメで味をつけて、塩コショウ、そしたら次に小麦粉、小麦粉入れたらね、軽く炒めながらまとめていきます。はい、じゃあある程度まとまりましたので、こちらに牛乳少しずつ入れていきます。硬さはちょっとトロッとした感じ、このぐらいね。かぼちゃ入りグラタンソースの完成。じゃあこのソースをね、先ほどのかぼちゃに入れていきます。じゃあ最終段階ね、その上に乗せるチーズをね、こちらもちょっとハロウィンっぽく加工しましょう。チーズはね、ちょっと可愛らしいお化けみたいな形にしてみようかなって。さあ、絵心のない僕にできるのかどうか。こうして、まあいいや、行こう。こんな感じでどうですか？まあ結局チーズ溶けちゃうからね、顔は残らないかもしれないけど、一応ね、可愛らしさのために。こんな感じでどうでしょう？これが限界かな。よし、じゃあ乗せていこう。はい、じゃあ次はかぼちゃの肉詰め的なね、やつを作っていくので、豚ミンチ、あと先ほどのピーマンと玉ねぎ、パン粉を入れて、でこちらをよく練り合わせていく。よーく練ってね、全体がしっかり混ざるように。はい、じゃあこんな感じで生地がまとまりました。こちらを詰めていこう。したらこちらのかぼちゃに片栗粉、片栗粉を内側にまぶしとくとね、つなぎになるんでね、こういう内側とかもしっかりつけて、で余分な片栗粉は払って、こんな感じね。したらひき肉を詰めていこう。多いかな、多いか、大丈夫か。こんな感じでね、詰め終わりました。じゃああとはオーブンでじっくり焼いて食べていこう。はい、じゃあオーブンで温度は200度。じゃあこちらとこれね、オーブンで20分ぐらい焼いていきましょう。あとは放置。はい、じゃあ出してみましょう。熱いので気をつけてね。こんな感じね。こっちはどうかな。あー、チーズ溶けすぎたな。ちょっともう一回チーズ乗せます。チーズも溶けすぎちゃったし、せっかくだからちょっとね、グロ感を出したいので、パプリカパウダー、この辺にもかけよう。そして作り直したお化け、
こちらで完成。はい、ということで完成しました。いただきます。ちなみにこのウインナーわかるかな、ちょっとね人の指を表現してみました。重たい、これ2キロぐらいあるからね。じゃあ早速食べていこう。こんな感じね。いただきます。ちょっと崩すのもったいないな、しょうがない。いただきます。うまっ。かぼちゃめちゃくちゃ甘い。チーズの香りもいいアクセントだね。ホタテホタテどこかな、これか。いただきます。身がプリプリ、うまっ。じゃあ指もかじっちゃうぜ。全部うめえ。でね、この内側のかぼちゃを削りながら全部食べれるからね。こうやって削っていただきます。ホクホクで甘くてうめえ。じゃあ続いてこちらの肉詰めかぼちゃオープン。おお、肉汁がうまそう。じゃあこれもなんかねもったいないけどカットして、うわっ、うわやば。ここにねケチャップをつけて食べると美味しいんですよ。ちょっとさっき味見でひとかじりしちゃったんですけどね。こんな感じ、手でいこう。これはうまいわ。お子さんとかも絶対好きな味だろうね。中身ハンバーグだからね。この野菜のシャキシャキとかぼちゃの甘み、あとかぼちゃのホクホク感がねたまらんのよ。いやこれはもう我慢できねえ。ちょっとさっぱりめにいってみようってことで、今日はこちらのキリン本搾りスイーティー洋梨、こちらで乾杯。じゃあ久々の失礼します。乾杯。ああうまい。かぼちゃとひき肉をね食べて、ああさっぱりと流し込む。はい、ということでごちそうさまでした。いやー美味しかった。見た目も楽しいしね、味も美味しい。ハロウィンに最適な料理じゃないでしょうか。今回はね2つの工程が違う料理を同時に作ったのでちょっと時間かかっちゃいましたけど、けど2通りの楽しみ方ができて結果的に良かったかなって満足します。こうやってね年に一度のハロウィン料理で楽しむのもありじゃないでしょうか。皆さんもぜひやってみてください。ということでご視聴ありがとうございました。今回のかぼちゃのハロウィン料理参考になったな、作ってみようかなって思ったら高評価とチャンネル登録、あとコメントもね、お願いします。それでは皆さん良いハロウィンを。ハッピーハロウィン。バイバイ。